OK， 今天是8月17号，终于我要回去辅导。接下来我爸爸妈妈来接我啊！大家终于结束的事，耶、yeah ！我很健康，我有精神，不错。ジョージさんのお父さんとお母さんですか？どっちかっていうとそうです。台湾とどっちが暑いんだこれ？暑いよ。いや台湾のが暑いよ。そう。だって35度だよ基本台北は。普通までね。ああ。那我接下来我要回去辅导です。街中だね。天空也蛮漂亮的，です。北は小さいね、前より。好舒服的气温的死。我的本当は見せたくないですけど。お部屋紹介。栗山直太郎。我之前很喜欢他。那个唱那个樱花的他。桜这个 bed 就是奶奶的。まあもちろんこの部屋はもう僕が住んでた高校生の頃とはもう変わっいろいろ変わっちゃったんですけど。最帅的是这个吧，ジョージさん。好帅ですね。我的青春的回忆。那为什么呢？因为我现在是很帅帅的感觉嘛。可是我高中嘛，高中的时候不是要少年。哦，看小野这样子，大家也知道吧？嗯，年轻的时候。意味のわからない怒りがあるでしょう。所以那个时候才要，哇，哒哒哒，这样子。ごめんなさい。呀，变大人です。要早上6点左右。太小，因为这边真的没有跟我一样的那个白色的人，所以我觉得很害羞的事。我来死！不要不要！
噌汁ぐらい食ってっけどよ。あ、そう。納豆うめえわやっぱ。